低所得層向けのね7万円給付って、そう、低所得層喜びそうな感じがするけどね。まあバカにするなってことになったでしょうね、選挙対策でばらまきやがって。まあその気持ちもわかるけどね、やっぱりうまくやらないと必ず支持率って下がってきたんですよ。麻生総理の時の定額給付金にしても、橋本総理の時の高級減税にしても、まあ、この教訓をね、岸田さんはやっぱ全く学んでないってことも分かったってことですよね。まあそれは大きい。7万円給付で文句を言ったらもうちょっと増えそうな感じが岸田さんはあるんですよね。あの増税メガネと言われるのが嫌だから増税しませんとか話、例えば麻生さんって話一切聞かなそうじゃないですか。なんでもしようがなんだろうが、知らねえよ、俺はこう決めたんだよってなるんですけど、岸田さんは結構揺さぶれるんじゃないかっていうのがあって、揺さぶると7万か8万になるんじゃないかっていうのは結構見えてる気がするんですよね。財務省怒ってるわけですよ、選挙もしないのになんでこんな。そうそう、それはその通り。じゃあ選挙するんだったらばらまいていいのかって、私は反問したくなるけど ね、 やっぱその SNS 的なものの力が強くなったっていうのもなんかちょっとある気がするんですよね。ネットで騒いでる人たちがいると、こういうことが騒がれてますってニュースの記事とかに上がって、でヤフーニュースとかだとそういうののコメント欄が騒いで、ランキングのその視聴者数の多い、みんながよく見てるニュースになったりするので、余計に耳目を引くっていうのがあるじゃないですか。本来であればその発言権って、そのネット前だと、まあテレビ局の人とかコメンテーターとか、あと大企業の人とかで、庶民を代弁する人も何らかの NPO の人とか、なんかその消費者団体のなんとかの人っていう、それなりに恵まれた人しかその言論会を作ってこなかったじゃないですか。今や下の方の人たちっていうのがみんな SNS で言うから、しかもそれ取り上げられると PV めっちゃ増えるっていうのがあって、仮想の人たちの怒りが可視化されやすくなって、それが増幅されやすくなってるっていう、そのなんか環境の問題も結構あるんじゃないかなって気がするんですよね。増税メガネとか言われたの岸田さんが気にしちゃいますからね、やっぱりね。だったらなぜガソリン税のトリガーを発動しなかったのか。あれ、要するに事実上減税ですよね。いや、そうですね。木原さんのところではね、消費税減税も検討してるんですよ。10% の消費税を下げるんじゃなくて、そこは維持したまま、食料品の 8% を 5% に下げるっていうのを検討したんですよ。軽減税率の方を変えるっていう。そうなんです。そうすると、要は食料品をね、主に買う、まあ、低所得者層の人の物価高対策にもなるし、大した財源がなくなっていくとは思いますね。安倍さん亡き、まあ、外交のバランス感覚に優れた政治家がいなくなったよって質問しますが、誰か変わりませんか。 G7 の中で唯一ちょっと独自の動きができるっていう、どちらかというと中東寄りだと中東の人たちは日本のことを思ってるじゃないですか。そういう意味ではなんか本当に独自のポジションを取ることで、なんか世界の中でちゃんといい結果を出したよねっていうのができる可能性もなきにしもあらずな気はするんですけど、どう思いますか。実はね、ウクライナの戦争についても、日本ってやっぱり結局憲法のおかげもあるんだけれども、殺傷兵器は輸出してないわけじゃないですか。いや、 GDP 比で言うとウクライナに出したお金っていうのは極端に少ないです。そう、なぜかこう岸田さんが意図してるかどうか分かんないけど、独自的にはなってる、そういう面白いポジションにいるってことは自覚してもいいと思うんです。安倍晋三の遺産だと思うよ、うん、プーチン大統領と安倍さんってとっても良かったんですよ、関係が。一方的だったかもしれないけど、まあ、まあ、ウラジミールと呼ぶぐらいの中であったと。まあ、北方領土の経済開発とかね。そうそう、うん。その遺産は確かに残ってる。ただ、それをどう活用するかっていうところにね、今の日本の政治力っていうのが。それが、その安倍その元首相の遺産なのかで、岸田首相ってわざわざキエフまで行って、しゃもじをプレゼントしたじゃないですか。いいとこ取りをちゃんとやってて、アホのふりをしていて、実は優秀なんじゃないかっていう説はどうですか。あ、岸田さんが、うん、それはね、僕はかなり善意の解釈だと思うんですよね、はい、なんかその意図せずして意外としゃもじぐらいなものでごまかしちゃってるし、官僚が優秀なのかどうかわかんないけど、そのロシアとのパイプも全部切ってはいないし、でも岸田さんってかなりやっぱアメリカ寄りの人なので、本当はこう G7 の議長国としてアメリカとべったりやりたいっていうタイプの人なんですよ。ただ意外と日本が置かれてる環境とか、あとまあ経済産業省がどうしてもサハリン1を残せって言ったりですね、まあ、外務省が兵器を送ったりするなって言ったりとかですね、持っていくのはしゃもじだってなったりって、うん、僕は意図せずにこういう風になってるっていう方にじゃないかなと思いますけどね。意図しない方が間違わないんだなそうかもしれない。確かにね、うん、ただ内政的にはね、あまりにも意図しないでこう政策がこうぐちゃぐちゃになっちゃって、もう今の状況を招いてるんだと思いますけどね。欧州も結果そのウクライナ支援しすぎてめちゃくちゃお金かかってるので、結構欧州経済疲弊しまくってるんですよね。なんか日本が GDP でドイツに抜かれた、ドイツ抜かれたっていう話があって、そういう人たちにドイツの経済ってどうなってるのか分かってるのかと、もうめちゃくちゃ悪いんですよ。円安だから抜かれたけど、ドイツもひどいですよね、今ね。ところが、今ドイツは、あれですよ、お荷物。WEO を見る限りは、来年は 0.何% の成長です。日本が 2% の成長だというと、に対して。なので、エネルギー代も高くなるし、で、その兵器なりなんなり送んなきゃいけないしっていうのが、短時間で終わると思ったら、ロシア・ウクライナ戦争めっちゃ続いてるじゃないですか。それをずっと支援
し続けなければいけないっていうのもあって、で日本も今回そのここまで支援してないじゃないですか。でも多分今後支援ヨーロッパ始めざるを得ないんですよね、イスラエル側に。っていう感じでいくと、なんか揉め事と一定の距離を置いていて、とはいえなんか G7 に入っていて君たちと一緒だよって言いつつ温存してるっていうのが岸田さんの手腕であるっていう、このストーリーどうですか。岸田さん喜ぶと思いますけどね、あえてしゃもじしか持っていかなかったあと送ったのは何だっけ、カイロと、そうそうそう、なんか真夏にカイロ送ってるんですよね、そう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 、ね、ほとんど嫌がらせなんじゃないかぐらいの、それが手腕だったらね、あの国内政治もこんなことになってないと思いますけどね。とはいえでも日本はあの物価高ではありながら給料も上がってきてるし、そのまあコロナ後もそれなりに企業収益も良くなってきたので、割と上り調子になりつつあるわけじゃないですか、うん、厳しい目で見たとしても景気は悪くない、考えるべきだと。なぜこんなに政権がガタついてるのかっていう、うん、まず景気が悪くないのが岸田さんのおかげだとまず思ってない、思ってないから、うん、それで結局保身だろうっていうふうに思われて、ありとあらゆる経済政策も全てやろうとしてることが保身のためっていうふうに完全に、まあ、見透かされてしまったと。だから今これから何をやってもね、例えば憲法改正とかもしかして政権浮揚のためにとかやっても、これまた保身で変なことしただろうみたいにね、こう結びつけられちゃうような状況になってしまっている。もう相当こうひどい悪循環に入っちゃったなとは僕は見てます。岸田さんの政治手法とか、うん、あるいはもっと言うと人格が信用できないと、うん、あもうすでにそういう段階になってしまったということですね、まあ、人格っていうほどあの人そこまでの人格出してないんですけどね彼はやっぱ続けること、長期政権っていうところにやっぱりプライオリティを置いてるのはこれ間違いないので、それがどこまで見えちゃうかっていう、なんか裏切られたっていう、だから完全に信用できないっていうふうに、だから何をやっても裏面出る、うん、大企業の経営あの成績が良くて、で割とその外国と携わる企業その会社とか仕事っていうのは割とうまくいってるんですけど、でも実態問題としてのその一般よりもちょっと仮想の人たちってなかなか賃金増えないじゃないですか。一般の支持率が低いっていうのはあんまり豊かではない人たちの層というのが日本の中でそれなりの規模になっていて、はい、で今までは黙ってたんだけど、その人たちが黙らなくなったっていうのがでかいのかなと思うんですけど、例えばその岸田さんの給料を上げる法案が通ったっていうのもやたら叩かれてるんですけども、賃上げって言ってるんだから、やっぱ特別公務員の給料も上げていかないと、それに連動する給料もあるんだから、岸田さんだけ上げてるわけじゃなくて、こうみんな連動してね、しかも1年後にあのちゃんと物価の上昇に合わせてやってるんだからいいんだけど、全部なんかお前自分だけっていうね、まさにそのひろゆきさんが言うような中間層以下の人たちの怒りがもう完全に火がついちゃってるなっていうふうに。岸田さん以外の候補の支持は全く上がってないじゃないですか。で野党の支持率も下がってるじゃないですか。相対的な、要は岸田さんは下がりました。でも他の野党とか自民党内の他の人も下がってるから、相対的な位置でいくと岸田さんは実はそんなに危ない状況ではないのではないか。低空飛行もまあそれそれでいいんだけれども、どこかで解散しなきゃいけないわけだ。そのタイミングを完全に逸しつつある。このままだとね、だからどっかで政権浮揚しなきゃいけないんだけど、そのカードがもうすでに全部切ってしまったと。まあ、でも7万円を払う 1,2 ヶ月前じゃないですか、解散するの。これで自民党負けたらあなた方7万円もらえなくなりますよ、どうしますでもそれはだったら今ですよ。7万円はだって年内か年明けには配るって言ってるから、それが今だったのに解散できないってなっちゃったから、そのまさにひろゆきさんが言ってることを目論んだのがいっぱいに終わって、さあ次はどうするっていう段階ですよ。来年もう一回また7万配るって言ってやるから財務省も気が狂いますね多分。ああ、だから、その、乙武さんに対して僕めっちゃ悪口昔言ってたんですよ。あの、いじったり。で、あの世間的には完全にアウトなはずなんですけど、なぜか乙武さんが、その世間的に下がったおかげで許されるみたいな。ああ。要は、障害者を馬鹿にして笑うって、もう人としてひどいじゃないですか。まあ、良くないですよね。うん。でもなぜか。20年ぐらい前なら、すごい受けてたかもしれないですけど、まあ、今は無理ですよね。なんだけど、なんか、その、まあ、乙武さんが出馬してから僕辞めたんですけど、なんかそれまで許されるという謎の空気が不思議で。ああ、なるほど。っていう感じでやっちゃいけないことを、こう、ちょっとずつやってるんで、なんかいつか僕は踏み外すんじゃないかと思ってるんですけど。でも、だから誰かに迷惑かけて踏み外すパターンじゃない気がするんですよね。なんか、それって、あと、直接的ななんか、なんだろう、もう取り返しのつかない危害を加えるとかじゃないから。別に今のひろゆきさんの支持者とかは関係なさそうな気がしますけどね、そこ。まあでも、いじりすぎて、いじられんのマジムカつくんだわって言って、堀江さんに嫌われるみたいなこともあって、ね。ああ、でもそれをそれで別に面白いと思ってる人もいるから、いい気がしますけどね。いや、だからなんか、自分がどうなのかっていうのをちょっと知りたいっていう、そういう感じでやってます。ああ、カズレーザーさんそれないんですか？僕、めちゃめちゃ記憶飛びますね。あ、そうなんですね。全然酒飲んだらほぼほぼ覚えてないことが多いです。したらその間なんかすげえひどいことやってるかもしれないですよね。でももうすぐ眠くなるから今は平気なんですよ。あ寝ちゃうから大丈夫みたいな、はい、若い頃やっぱずっとなんか元気だったんですけど、今は家で飲んですぐ寝ちゃうから
なんか毎日だから後輩の話とか毎回新鮮な気持ちで聞いてるっぽいんですよ。覚えてないから。こんばんは。竹山さんは政治家に向いていると思いますが興味ありますか？確かにこれはねもうよく言われて、うん、もう答えも結構メディアで僕言ってるんですけど、政治家には、ね、ならないですね。その心は今僕51なんですけど、今からなったところでまず偉くなれない。偉くならないと世の中動かせないが今でしょ、今の政治でしょ、うん、はい、今から当選6回ぐらいになでやっと、まあ、ものすごいうまくいってですよ、今から当選6回当選して大臣になれたとしても俺いくつよって話だから、それから当選6回で大臣になるためにじゃあ今から51から70後半まで余計な仕事しないで生きていくんですよ。まあ相当きついですよね。ほんでまあ言うたら僕ハワイとか好きなんだけど、ハワイとかも行けなくなるわけですよ。あ、まあそうですね、確かにあのメディアの人たちが飲み行っちゃったりもしてんだけど、そういうことも我慢しなきゃいけないから、じゃあそれ人生楽しくないだろうっていうのが。ああ、まあでも水道橋博士とかいきなりもともと政治家になるような芸人はダメだみたいなこと言ってた人が突然ポッと出たりするじゃないですか。うん、まあだからもしかしたら考え変わるのかもしれないし、まあ博士は別にあそれでやりたいこと、やりたいというか芸人としてもなんかやりたいこととか、まあ博士はちょっとルポライターみたいなところもあるじゃないですか。はいはいはい。だからそれで取材してんだろうなみたいなこともちょっと思ったりするし。ああ、はい、まあ確かにそうですね。うん、あの取材をして、まあ、国会議員としてこういう経験を得てそれを文章としてちゃんと出すみたいな。そう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 。だからそれはそれで、まあ、面白いのカテゴリーの一つではあったりもするし、まあ、ちゃんと政治国会議員としての仕事もちゃんとすればね。維新の松井さんが引退されるのはどう思いますか？橋本さんの時も思ったのですが、あれだけ優秀な方が辞めるのは逆に無責任なんじゃないかとも思ってしまうのですが、その何やってんだかわからない80歳の政治家の人は残り続け、なんかちゃんといろいろ行動した政治家の人がもうやってらんねえわっつって辞めちゃうっていう。松井さんはね、どちらかというと維新の中では古いこうあの保守政権の色合いというもの、もちろん彼の考え方とか思想っていうのはいわゆる改革だと思うんだけれども、あの考え方としては割と普通に保守政権のこう雰囲気を持ってる人なんです。だから旧世代なんだよね、あの維新としては。だからまあこの辺りで引退されるというのは妥当なのかもしれないなという。もう要するに維新は創業者の松井さんとか、うん、あるいは橋本さんとかそういうというところから手を離れていって、第二世代第三世代になってきているから、そういう意味ではまあ妥当な時期かもしれないなと思いますけどね。でも第二世代吉村さん一人はちょっとなんか心もとない感出ませんか？その上二人のなんか存在感のデカさに比べると重みからするとね、そういう感じはしますけど、まあでも馬場さんとかさ、藤田さんとかさ、まあなんとかやっていける。だからまあある程度浅田さんとかね、ああいうこう創業世代の人たちがあの後ろ盾になってやっていくというのがいいんじゃないかなと思いますけどね。確かに世代交代をちゃんとやっていく組織っていうのを見せるのは長期的にはいいことだと思いますけどね。で世代交代がとても重要なになってくるので、あの、まあ、そういった意味ではあのご自身でその身をもってそのことを、その重要性というものをこの自分の身体によって明らかにされたということだと思いますけどね。石井紘基議員のことを知りました。政府の不正は誰が作ってるんでしょうか？また不正がなくなれば税負担減ると思いますか？お二人のご意見聞きたいです。政府の人って、まあ、その外から見たら不正に見えるけど、中の人たちはそれを不正だと考えてないっていうことな気がするんですけどね。はあ、なるほど。例えばそのなんか、あのなんか通信費とかあれもその何に使ってもいいっていう名目だから、はい、別にじゃあそれで酒飲んでもいいじゃないかって正しいわけじゃないですか、はいはい。でそこで酒飲んで、じゃあその仲良くなった人が新しい知識をくれたから政策に反映するみたいな、はい、だから多分不正だと思ってないと思うんですよね。不正か不健全かの違いは、ただ不正はもちろんやってる議員はいて、それは罰せられるべきだと思うんですけど、不正がなくなっても税負担は変わらないと思いますね。払う税金が、今年は不正がこんだけ減りました、税金安くしましょうっていうことを言い出す議員は少ないと思いますね。そうですね、ないですね。はい、ってことは違うと思いますね。税収入を減らすっていうのはなかなか取りづらいと思いますね。まあでも税収を減らし続けてる国ってほぼないですからね。
まあ、資本主義国家である以上経済がどんどん発展する前提なんで税収ってのは増えなきゃおかしいわけ、うん、で政治家の給料もなんか物価に合わせて上げとこうみたいな、ああでなんか特殊法人とかいろんなところも増えてって、でその人たちも国の運営必要だよねって言って予算は増える一方っていうのなので、まあその不正は良くないよねっていうので戦う人たちっていうのがいて、まあ、効率を良くするは必要なんですけど、ああ完全になくすはちょっと理想的すぎるかなっていう。一回作った制度とかその組織をなくすっていうのはまずないですもんね、うん、まあ政治家の給料を政治家が決めてますからね、はい、下げる人はなかなか、ね、なかなかね、もちろんそういう政策を上げてる政党もあるんですけど、うん、そういう政党が与党になった時に本当にそれをやりきれるかっていうのはなかなか難しいと思いますね。与党になるとそれだけ規模が大きくなるので、うん、元の理屈ポリシーとは違う意見の人がたくさん入ってきちゃうんで難しいんじゃないかな、うん、どうなんですかね、あんまり聞いたことないですよね、そういうので多数取って政治家減らしましたっていう。あただまあそのじゃあ今までのその間接投票じゃなくてネットで投票できるように直接投票にしちゃえば議員減らせるじゃんとか、技術的にはそのもっと効率よくする仕組みっていうのあるわけじゃないですか、はいはい、でもそこまでその政府政治が効率化するっていうのってやっぱ人口多い国であんま聞かないですよね。うん、なんかねそのなんだなんとか、合衆国とかもう制度もっと日本細かく分けるとか効率化とかっていう議論になるのか、うん、そっちもそれはそれでそこに移行する金がめちゃめちゃかかるんであんまりメリット薄いんじゃねえかと思いますけど、うん、まあね、あのアメリカのなんか州とか町とかの比較で、はい、そのやたら公務員とか政治家の給料が高い地域と、うん、やたら低い地域っていうのがあって、で人口あたりで、まあ、その人口少ないんだったら低いのは当然だよねなんですけど、うん、人口あたり妙に給料高い地域と妙に給料低い地域っていうのがやっぱ出るんですよ、アメリカって、はいはいはい、で調べてみた結果分かったのが地元新聞があると給料は下がるっていう。へー、その地元新聞があるとその新聞社が自分たちの町の政治家とか官僚とかを調べ出すから、おめえ給料高えよとかこんなんいらねえじゃねえかってツッコミが入るんで上げづらい。なるほど。新聞社が潰れた地域は上昇に上がってるんだけど誰も気づいてないっていう。ほーっていうのが出てて面白いなって。なるほど。岸田さんはまあそうやりたい政策っていうのはやっぱりはっきりないわけですよ。だってやりたいのは人事って言った人ですからね。いや、ほんすね、なかなか言わないですよね、ひろきさんね。社長になったら人事やりたいって。そう、ね、でも人事をやりたいっていうことはどういうことかというと、首相の椅子に座っていればいいと、そういうことです。いろいろ噂は出てるけど、うん、自民党のお膝元で何か起こるんですか？やっぱ今回ね、やっぱ岸田さんって解散ギリギリまでできないかって粘ったんですけど、やっぱ一つのそれが粘った理由っていうのは結局年内やんないってことになったんだけど、今やっぱ自民党の派閥にね、東京地検特捜部が調査に入ってるわけですよ。うん、やっぱ自民党で大変な騒ぎになっていて、その派閥のパーティーってこう、やっぱお金の出入りが結構緩いわけですよね。うん、そこにこう、地検が入っていくと、やっぱいろんな掘り出し物も出てくるかもしれない状況になっていて、これがやっぱりこの国会が終わって、ね、年をまたいで紛失してくると、ますますこの解散のタイミングがやっぱりなくなる。一人のね、政治家のスキャンダルと違って、やっぱ自民党の派閥パーティーっていう、まあ、構造的な問題になってくると、まあ、相当ちょっとこの自民党全体に対する悪影響ってやっぱ強くて、今知見が、ね、どういう動くかってやっぱ結構今の政府ってこう把握できなくなってきちゃってるんですよね。そんな中で非常に今危機感が強い。野党もそんなに支持されない。そうするとさ、もう議会制民主主義そのものに対する不信とか不満とかっていうものが大きくなっていって、とても危険な政治状況になるんじゃないかと、ね、選挙によってこうやって選ぶっていうこと自体が、まあ、投票率の低下もそうだし、政治不信もそうだし、やっぱり本当にあの肥大化しちゃうと民主主義の危機だなっていう気がしますよね。政治家不信の結果、そのトランプ大統領もう一回また勝ちそうじゃないですか。まあ、バイデンが人気がなさすぎる。いや、そうするともう共和党が勝つよねってなっちゃうと、共和党の中でトランプさんに対抗できる人いないじゃないですか。うん、かなりの確率でトランプなんじゃないかなと思ってるんですけど、バイデンさんはお金を集める能力が高かった。やっぱお金を儲ける能力さ、集める能力が高い人が勝つよねって構造で考えると、バイデンさん以外で民主党でお金集めが得意なやつがいない以上、もう変えられない気がするんですよね。共和党と民主党の議員の所得格差って相当なもんです。要するにね、民主党の人って金儲けが下手なの。民主党議員たまたまこう集金能力があった人が勝ち残っていく、大統領選挙で勝ち残っていく。
そういうことだと思うんだよね。でもね、本当にあのトランプになったら、とにかくウクライナ早く停戦しとかないと危ないし、ウクライナもイケイケですよね。中国もね、チャンスって持っちゃうかもしれないし、世界の情勢は本当来年は怖いですよね。だから日本もね、こんな混乱してる場合じゃないんですよ今。岸田さんがなぜ鈴木氏を財務大臣にしてるんですか。麻生さんの親戚という点以外に何か政治家としての良さがあるのでしょうか。経済に精通しているとは思いません。あの方が何か発言するために日本円が叩き売られるようで、諸外国から舐められているとしか思いません。あの方の振る舞いも円安の原因になってる気がします。岸田さんは麻生さんの言うことをとにかく聞くんですよ、まあ、だから今回も石破さんの入閣とかも実はちょっと目玉で検討したんだけど、麻生さんが反対するでやっぱダメだった、ね、うん、まあ、とにかく岸田さんね、いかにもとにかく派閥に配慮しないと自分は権力に座にいられないからってことで、非常にその内向きな政治があって、これがまた今回の支持率低下の一つの要因になっていると思いますけどね。麻生さんなんかもう引退するんじゃないかって話あるじゃないですか。あります、あります。麻生派がむしろ河野派になって、河野さん首相みたいな構想ないんですか。ね、麻生さんはね、やっぱり僕はなんだかんだ言って次の選挙やっぱ出ると思います、ね、出ると思います。やっぱ出ない人のビヘイビアじゃないですよ。ないです。ここまで文句言って、まあ、あの息子さんに譲るって話あるし、奥さんはそれを望んでるって話あるんだけども、まだちょっと枯れてない感じはしますけど。じゃあ現実の行動見てるとそんな感じじゃないですね。で、実際麻生派はね、麻生さんが辞めたらまたいろいろ分解しちゃいますから、河野派にじゃあすぐなるかっていうと、河野さんを絶対許せない麻生派の重鎮っていっぱいいるんで、河野さんやっぱ上の人に突っかかっちゃうんでね。もう石破さんも突っかかるし、河野さんも突っかかるし、そういうと次世代で突っかからないのは小泉さんぐらいですか。そうね、小泉さんはまあそんなには突っかかんないかもしれないですね。岸田さんがどうしても出馬断念した時に、この人にしようって名前が挙がってるのが加藤勝信さん。あ、林外務元外務大臣とか首相になりたかったんじゃないですか。林さんはなりたいんだけど、林さんやっぱ岸田派のナンバー2で、岸田さんのすぐ後にっていう風にやっぱなかなかなんないんですよ。まだまだその古文、河野さんっていう人は官僚コントロールができない。実はマイナンバーカード彼がうまくコントロールできなかったからじゃないかっていう気がして、焦らせるだけで、うん、そうなんですよ。そうなんですよね。麻生さんなんかもやっぱそれをすごい言ってるんですよね。まあ、というと最初のひろゆきさんの話だけど、岸田さんの低空飛行が続くっていう話に戻っちゃうんじゃないかって気がするんですよね。なんかネットだと割と小野田さんを推す人がちょこちょこ見るんですけど、なんでネットの人みんな小野田さん好きなんだろう。女性で美人だからかなと思ってるんですけど、どう思います。今回公明党の推薦を受けずに、まあ、要はなんだろう、背筋が伸びた保守系の女性議員、おそらく公明党のなかったっ、公明党の推薦を受けないで、なんか最近勉強会を始めた高市さんとか、うん、高市さんやっぱ我慢できなくて勉強会始めちゃいましたね。例えば総裁選に出られる20人集まるの。いや、あ、分かんない。安倍さんが亡くなった今ね、なかなか行こうってなった時はやっぱ高市さんは確かに一人のシンボルではあることは間違いないと。自民党員の支持はそこそこ集めそうですけど、国会議員支持が集まらなくて総裁選出れないみたいな。政調会長やってた時も、閣僚になる時もやっぱりちょっと感情的なそのツイートをしたりとかですね、私は聞いてないとか出せないみたいなことをこう表で言っちゃうことで、その喜劇してるという状況になっちゃいましたんでね。安倍さんがあれだけ支持をしていて、うんうんうん、にもかかわらず安倍派に入れなかった。そこら辺が扱いにくいですよね、本当にあの同僚からすると。だからまあ、じゃあ直接の接点のない自民党員は人気があるっていう。どういう政治家が好きですか。いや、やっぱなんかこの人がいるからこういう変わった出来事が起きたよねっていう、なんか変化が起こしてくれる人の方がいいなと思ってて、マクロンさんはかなり評価されてるんじゃないかというふうに。かなり頑張ってますよね、うん、マクロンさん以外があまりに任せられないっていう。なのでその老体なまともな政治家というところが上まで上がれないっていう。フランス人ってまあそのすぐデモやったりぶっ壊したりとか、割とその尖ったものを選びがちなので、うん、マクロンさんに対抗すると尖った人が選ばれがちなんですよね。そう、じゃあまあマクロンのがまともだよねっていう。重要なその老体政治家っていうところがなかなか伸びないっていうのがちょっと日本と違って不思議だなと。なるほど。イエローベスト運動はもう収まったんだ。毎週やってますよ。まあ、結局そのもともと毎週デモをするっていうなんとなくの文化の、その時々によって反ワクチンだったりとか、なんかいろんな理由をつけて黄色ベスト運動が出てきた。そうだよ。なので最近もあの反ユダヤ反発デモとかもあるんですけど、なのでその毎週デモをやる中にそのイエローベスト運動やってた人もずっといるっていう。日本の花粉期とデモが違って、デモが日曜日にみんなで散歩しに行くイベントの一つなんですよ。なのでその例えば銀座の歩行者天国みたいな感じで、そのいつもは車しか通らないところを日曜日にこう太陽が出てる中みんなで散歩して、で歩いてる最中でなんかあの食べ物配られたりとかもあるんですよ。いい運動になって日光浴びてよかったねっていうのだから、毎週参加してますみたいな人って別にイデオロギーないんですよ。イデオロギーなんてない。面白いですね、フランス人はやっぱり。なので、まあ、あなたが言うことは正しいとは思わないけど、でもあなたがそういうのはいいんじゃないみたいな、意見が合わない人と仲良くしないっていう文化が日本はあるんですけど、フランスはそれが鈍いので、日本人はね、やっぱこう論争しちゃうとね、それがしこりにすごいなるんですよね。ディベートってね、やっぱ日本人苦手なんですよ。すぐこう岸田がダメだっていうと政治に関心がない。
ポリティカルアパシーになっていってしまうような議論というものがお互いの意見を確認するのではなくどちらかを説得するっていう説得作業になっちゃうんですよね。説得もあってもいいんだけれども まずはこうお互いの立場の違いっていうものを明確にするっていうのが重要だと思うんだけど、とにかくね立場の違いが出てしまうと、うん、もうこいつは敵だっていうふうに決まってしまうんだよね。だからねなんか立場は違うのにいやおっしゃる通りですって言って違うことを言うとかね、そうそう、なんか話が噛み合わないと思うから話しませんみたいな、いや噛み合わないからこそ議論するんですよっていう話が噛み合わないと話し合いをするしかないっていう歴史を繰り返してきた社会だからです。確かにそうですね。西洋がその怖さを知ってるからなかなかそういうふうにはならないようになってるけど、日本はその恐ろしさを知らないんだよ。そういう意味でいくと話し合わないっていうので無視したとしても相手がよりひどいことをしてくることはないだろうっていう、そのなんか暗黙の期待感みたいなのありますよね、相手に対する。そのアメリカ人がなぜフレンドリーなのかって、例えばエレベーターとか入ると大体挨拶するじゃないですか、アメリカ人って。赤の他人でもであれって大丈夫の人かどうかっていうお互いの実はあの確認だったりするんですよね。そうですね、挨拶しないと怖いからですよね、どんなやつか分かんない、うん、日本は社会として成熟するためには分かり合えないことを分かり合うっていう文化っていうのを作らないとダメだ、ね、その分からないものをまだ分からないままだよねっていうところで曖昧なものにしておくのが割と不得意な人が日本多い気がするんですよね。維新の藤田幹事長との論争がああいうことをやっぱやるっていうこと自体がやっぱ非常に大事なことですよね。だってやっぱ詰めていくことによっていろんなことが明らかになるし、かといって別にね藤田さんが憎いわけじゃないでしょ、ひろゆきさんもね全然、はい、むしろいい人だなと思って僕は仲良くなった気でいるんですけど、だから少しずつ実はこういう YouTube のね障害率があるのかなっていう気もしてるんで、立憲民主党の小川さんに対してもそう、ああ宮崎さん小川さんのことめちゃくちゃ論破しちゃいましたからね。ててそうですか。別にこう個人的になんかこう あれ結構応援してましたよね僕らね、頑張んなきゃなんて言ったら、いや別に私総理大臣になりたいなんて言ってませんとか言ってね、いやいやそんなことないですよ。というわけであの仏教徒の宮崎さんに最後にちょっと質問ですけど、あの統一教会の問題どうなると思います？どうなんだというか、あの私は統一教会が今こう政治に対してそれほど大きな、日本の政治に対してそれほど大きな影響力を持っているとはあまり思わないので、どうにもならないとこのままっていう気がします。でもその例えばあの桜を見る会にあのマルチ商法の人が呼ばれていて、結果としてそのマルチ商法に承認を与えていたみたいなのが、その統一教会も昔は霊感商法とかでやってたわけじゃないですか。はい。だからそこら辺のそのなんかアコピな金の稼ぎ方をする人たちっていうのと、やっぱりその政治家っていうのはつながりやすいと。で、あのね、あのね、マルチ商法の人っていうのは、うん、有力な朝日新聞とかさ、各こうメディアの政治記者のと一緒に会をやってたの。はいはいはい、優秀ですよね。でしょでしょ。でそこで多分有力政治家っていうものをこの社長に紹介していた、あの、うん、つまりいろんなメディアのこう政治部のトップがさ、あのこれに関与してた可能性があるわけだから、あんまりこうずっとこうあのややこれに対して追及するのに大新聞とかが二の足を踏んだりするわけです、はい、もっとねこういう構造は深い構造なんだわ、うん、統一教会も統一教会ですよっていうのが、統一教会側が記者会見するまでテレビとかメディア書かなかったですからね、とある宗教団体がみたいな。いや、なんであれ書かなかったのか全く分かんないですよ。全く分かんないけど、まあうん、こういうことは実はまあまああるんですよ、うん、なんかね、なんかね宗教タブーっていうのは、うん、メディアにもあるし政治家にもあるし、で実際にまあその実行力もありますからね、人数も多いし、でそこにあんまり触れると、じゃあ創価学会が応援している公明党って政教分離でいくと間違ってんじゃねえのって話になりますしね。キリスト教民主党とかあるじゃないかとか、ヨーロッパにもあるじゃないかとかっていうような話もなんだけど、本当にそれは日本と同質なのかって、同じような意味なのかっていうような、うん、まあパンドラの箱ですな、それは開けたら、うんうん、選挙中に安倍元総理が暗殺されたという悲しい出来事がありましたが、容疑者が旧統一教会に恨みを持っていたというのことですが、統一教会やはり自民党の支持母体ということで合ってますでしょうか。私はね、あのいくつかの、例えばあの創価学会公明党だけではなくて、あのいろんな宗教団体がいろんな政党に対して、これはあの主に個別的な選挙区 での問題が多いけれど、あの選挙区での事象が多いけれども、あの力を持っていることは事実です。で統一教会が 今自民党に対現在自民党に対して、影響力を持っているかどうかというのはあのよくわからない、私はよくわからないんだけれども、あの、まあ、要するにさ、こう
新党系のさ団体とかっていうのは自民党に対してかなりの力を持っていることは事実ですよ、それは。うん、で、統一教会に関しては、かつてね、日本の保守政界と、あのパク・チョンヒ大統領の子、うん、パク・クネさんのお父さんね、うん、の頃と、日本の保守政界というのは、ものすごく蜜月の関係があったというのは事実で、その時には、あのかなり強い、関係性というものが見て取れたということはあると思う。これは別に政界だけではなくて、例えば、学会とかね、アカデミックの世界とかっていうのを、世界平和教授アカデミーだったかな、そういうような団体が設立されて、かなり影響力を持っていた、旧統一教会は。そういう時期があったんだけど、今みたいに日韓関係が非常にこう悪くなってくると、特に日本の保守政界と韓国の政界というものの関係が悪くなってきた場合に、果たして統一教会がどれほど日本の保守政界に対して影響力を持っていたかどうかというのは分からないです。ただし、あの記者会見でも言っていたように、安倍晋三氏が、旧統一教会系のなんか団体に対してビデオメッセージを送ったりしたということはあったのようですね。あと雑誌の表紙とかになってましたよね。そう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 。だその無関係であるというのは、それはさすがに無理でしょうって話なんですけど、じゃあそのどこら辺まで影響力があったかとかは、その自民党としてっていうのは難しいと思うんですけど、でも各選挙区でじゃあ票が欲しいよねっていう時に、一定の信者の人数がいて、でこの人たちが投票してくれたら受かりやすいよねって言ったら、まあ仲良くしちゃいますよね、という可能性はあると思います、でもそれはさっき言ったようなさ、結局あの地上戦に強い政党っていうものの、あのいかにこう組織票というのが重要かっていうことになってしまうので、まあ要するに旧来的なあり方だろうというふうに思いますけどね、元官房長官とかで、はい、あの統一教会っていうのはひろゆきさんの世代だともうあの知らないかもしれないけど、勝共連合っていうのを作ってたんだよ、はい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 、勝共連合共産党に勝つって書いて、そうです、共産党に勝って、であの反共っていうのが一つの保守の非常に大きな力だったあの時代があったので、そこでやっぱり保守政治との、日本の保守政治との関わり合いっていうのが強くなっていたというのもあるね。その岸信介さんの時代ですよね、もともと要は戦犯で刑務所入ってたけど、そのアメリカが共産党を止めるために刑務所出してくれて、共産党なんとか止めろよって、そうそうそう、まさにおっしゃるように岸信介の時代です。はいはいはい、うん、でじゃあそれを止めるために韓国のパクさんと協力して、でその統一教会的なところと一緒にその勝共連合というのを作りましたと。そう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 。でそれでまあ蜜月があったのは事実ですけど、そこからその安倍晋太郎さんっていう、まあその安倍さん、安倍首相の安倍元首相のお父さんもまあつながりあっただろうけど、三代目になるとどこら辺までつながりが残ってたかっていう、だから関係の残存みたいな形はあったのかもしれないけど、ちょっとそれ以上の関係と、例えば票をね、日本の中でどれくらいこう統一教、旧統一教会が動かせるかとかっていうことについては、私はね、あの割と懐疑的ですけどね。はいはい、いやだから僕そこら辺がその安倍さんを支持してる保守とかネトウヨの人がちょっと方向間違ってるなと思うのが、その統一教会関連してないよねとかっていうんじゃなくて、むしろそのまあたらればなんですけど、その統一教会なんかに関与するべきじゃないっていうのをもっと言ってたら、安倍さんはそこは強く切れたんじゃないかなって思うんですよね。いやその統一教会にそこまで支持してもらう必要はないけど、過去の歴史もあるから、うん、多分、まあ、腐れ縁的なつながりがあったと思うんですけど、うん、マジ統一教会とかと組むのいかがなものかって、いやそのネトウヨ系の人って韓国嫌いじゃないですか、うんうん、で韓国の犯罪者である文鮮明が作った宗教と絡むのは何事だっていうのをもっと安倍さんとか周りに言ってたら、それはさすがにもうちょっと組めないっすよっていうので、安倍さんも言いやすかったんじゃないかって気がするんですよね。まあね、それはあると思うね。いやだからそこでなんかあのネトウヨ保守の人たちもなんか、まあ、安倍さんが組んでるんだったら統一教会そんなに悪くないよねとかっていう方向になんか意見を言ってる人がいて、いやいやそうじゃねえんじゃねえかなって僕は思うんですけど、私もそう思いますけどね。ベーシックインカムが難しくても所得税の導入はすぐにできそうな気がしますが、なぜやらないのでしょうか。私はね、ベーシックインカムの方が実行可能性が高いと。実は多くのね、経済学者とか極めて経済に精通している人たちが、これはもうベーシックインカム
以外にはすぐにできないですよ。将来的にベーシックインカムの社会保障というのはないんじゃないかというふうに言ってるんですよね。だから負の消費税よりもベーシックインカムの方がフィージブルだというふうに私は見てますけどね、うん、ただし今は無理です。年金が崩壊してやっぱ年金システムと今の社会保障システム無理だよねってなってからぐらいじゃないと。 AI とロボットがどんどん人間労働を侵食していくんで大量の失業者が出るわけですよ。このままの人口規模だったらこの人たちを食わせなきゃいけないという課題が出てくるんだよね。だからベーシックインカムで基礎的な部分というのは非正規雇用とかバイトとかで稼いでくださいっていうようなそういうことっていうのはあり得るんじゃないかと思うんですけどね。どうなんですか、僕失業者あんまり出ない気がしてるんですよね。なんで？多分江戸時代って7割農民じゃないですか。今1割だから、うん、そうすると6割の人失業したかっていうとエンタメとかどうでもいいことをやってるじゃないですか。みんな服を作るとか別に服なんか買わなくてもよくね、同じもの死ぬまで着ればいいじゃんとか料理も別に同じもの食い続ければいいじゃんなのに。あ、それフランスっぽいな。フランス人の生活実感だねそれ。本質的に必要ないことをみんなでわちゃわちゃやってお金をぐるぐる回して仕事を増やすっていうのをやり続けるので人は別になんか仕事は新しく作るんじゃないかなって思うんですよね。新しい仕事を革新的な芸術とかさったりするかもしれないんだけど稼げないんですよ。その時にやっぱりバイトみたいなもんで基本の部分というのはベーシックインカムが抑えておいてそれ以上の部分というのはそういうことをやる。単純なモデル化でいくとロボットの生産能力より下の人間は仕事をしても無駄であるという状況になるじゃないですか。そうなった場合でロボットの能力はどんどん上がっていきます。人以上の能力のある人というのがどんどん少なくなっていくので、はい、結果として人間がやるとそれはロボットの足を引っ張るだけであるという状態になります。ベーシックインカムで食わした方がいいわけですよ、はい、でベーシックインカムで食わせるというのをやらない国家が出てきた場合、例えばその中国みたいな、まあ高齢者年金とかねえよ、勝手に死ねえよ、貧乏に死ねえよっていう国が出てきた時って、すげえお金が余るから、それを軍事費にバンバン突っ込むじゃないですか。それは可能性があります。ベーシックインカムのある国と、ベーシックインカムのない国で戦争した時に、絶対的に負けません？ベーシックインカムのある国。でもね、軍事の機械化も進めていくので。なので、そうすると、ベーシックインカムを出してない余力がある国の方が、軍事力も、軍事研究もより進むじゃないですか。でも、基本的に AI やロボットが発達しているところというのは、兵器とか軍隊もどんどんこう代替されていくので、そんなに弱くはないと。ただね、うん、中国はさ、そこは分かっていてさ、AI とかさ、そういったものにものすごいお金入れてるんだよ、ね、ロックダウンでちょっとこう足踏みしたけれど、またどうせやっていきます。ヨーロッパの相互保障ってその人とのお金の自由な移動をすることによってフランスがドイツ攻めたらドイツに住んでるフランス人も困るし戦争しちゃいけないよねっていう相互に経済や人間が行き来することでもうここ同士で戦争したらまずいよねというのをやったわけじゃないですか。一応 EU 作って以降そのヨーロッパ内では戦争がないんですけど人がどんどん減ってってあそこに俺の親戚一人もいねえわって国があったら別に取ってもよくねみたいなことになっちゃうんですよ。でもさウクライナとロシアってすごい親戚がいっぱいいるでも、まあ、ロシアが攻めていったわけだ。それを考えると一概にそうとも言えない。まあ確かにやるときはやるよねって。そういうこと。はい。素朴な質問の恐縮です。財務省って本当に日本の社会のための組織なんですか？ニュースや経済学者たちは評論家の意見を聞いてると疑問なんですか？日本のための組織かどうかっていうのは財務省って何をやってるかというと会社でいうとさ会計部なんだよ、うん、管理部門ですよ。で営業とかとは違うの立場が、うん、だから、うん、そうするとさ必要かどうかっていうと必要だとないとお金配れないですよね。税務署もなくなっちゃうから。で彼らには彼らの立場があるから会計部がさすごくこうシビアにさいろんなものを査定したりするじゃないですか、うん、そういうことっていうのはやること自体はいいんだけれどもところがここが全部を握ってるわけですよ。もうちょっとこれにこう、ここにこう対抗できるような営業部とかがあればいいんだけれど、ないんだよね。もう一番上なんですよ、ここが。僕でもそこがちょっとみんな騙されてるんじゃないかと思ってて、うん、言うても財務省の大臣とか総理大臣が決めたらその決定には従わざるを得ないじゃないですか。なのでその政治家というか自民党の人たちが財務省がこう言ってる、うん、財務省が出したって言って自分たちのやりたいことで国民の反発があるようなのに財務省の名前を使ってるだけだと思うんですよね。
って何も考えてない人たちが、その財務大臣と総理大臣が決めたにもかかわらず、あ、財務省が決めたんだ、総理大臣も財務大臣も財務省には逆らえないんだっていう勝手な誤解をしてるんじゃないかと思うんですけど。それはね、かつてはそういうことがあったの。かつてというのはどういう時期かというと、日本がずっと成長してきた時代、ずっと成長してきた時代だから、1980年代あたりまではそういう側面もあったんですよ。ところがそれ以降低成長になっていて、ほぼゼロ近辺成長になっていくじゃないですか。それでは済まなくなるんだよね。で、財務省は税収が少ないから、なんとかこう緊縮的な政策をやろうとするし、でもそれだと景気が悪いままになってしまうんで、政治家はそれに対抗してもうちょっとこう営業的なことをやってほしいと、で経産省とかに頼るようになるわけですよ。でそういった意味では、例えば安倍政権という政権は基本的には経産省と警察庁乗っていた政権、そのネットワークに乗っていた政権で、ずっと財務省は割と何ていうのかな、日陰者扱い、安倍政権の中ではだったの。今の岸田政権完全に財務省に乗ってる政権ですから、だから今度の日銀総裁の植田さんなんかも、これは私は基本的に財務省の強い資産によって選ばれた人だと。でも植田さんがなったというより、雨宮さんとかが引き受けなかったっていう、渦中の栗を拾うやつが誰もいなかったっていう、それは嘘。あ、そうなんですか。それはね、それは日経が書いてる嘘ですよ。あ、また日経直された。そうだ、だからあれとしてはさ、日銀としてはプロパーを総裁を出すのは悲願だったんだから、でももう雨宮しかいないと、で彼が断ったということは私はありえないです。それはね、日経がね、先にこう報道したって、雨宮言い訳ですよ、ほとんど。はあ、へえ、そういうことなんですかね。まあでも誰がなってもなかなか厳しい局面だと思うんですよね。で、最近のニュースで、上田さんがなんか、キャバクラで豪遊してたみたいな、庶民感覚がわからんみたいな、もう超どうでもいいと思って、日銀総裁に庶民感覚必要ないからと思って。いや、キャバクラで豪遊するっていうのは比較的庶民感覚があるんじゃないかと思って。まあ確かにそうですね。で、なんか一応全部ポケットマネーだみたいな感じで、もうじゃあどうでもいいじゃんみたいな。いやいや、ちゃんとお金を使ってくれて、景気にこの、貢献してくれてるんで素晴らしいと思いますけどね。じゃあちょっと個別政策の話になりますけど、インボイスは、漫画家や声優にとって大打撃なので、オタク層は反対が多いのですが、自民はインボイス反対の漫画家さんを比例にして圧倒的票数で当選させました。私は自民はインボイスを撤回するつもりはないと思いますが、インボイス反対の議員に票を入れたつもりのオタクは自民に騙されましたかっていう。まあその赤松さんが当選したとしても、はいはい、自民党の方針自体が変わるわけはないよねっていう、まあ、至極当たり前の話だと思うんですけど。まあ私もそう思いますね。で、インボイスは基本的に財務省が推進してるんで、まあこの岸田内閣というところは財務省の影響っていうのは非常に強い政権なんで、私は少なくとも、まあ、赤松さんだけではそれに対して対抗することはできない、党内で対抗することはできないと。僕なんかそのインボイス制度がどうこうって言ってるのがちょっと筋悪だと思ってて、そのまあここの漫画家さんとか声優さんとかいう個人事業主っていうのが消費税払わなくて済んでたから 10% 分得してたよね。でもこれから 10% 払わなきゃいけないから収入 10% 減るよねって話なんですけど、それってその消費税の益税的な払わなくて済むよねっていう形ではなくて、単純にその個人事業主の生活が足りないんだったらそれを補助する仕組みにしようとか、消費税下げようとか、その全体の法制度とか補助金で解決するべき問題で、たまたま1000万以下だったら払わなくていいよ、免税があるよねっていう、その税制度の隙間のシステムで解決するべき問題ではないと思うんですよね。その通りだと思います。なのでなんかインボイス制度にやたらみんなこだわってるけど、何なんだろうなっていうのはちょっとよくわかんないですね。俺はあんまり知らなかった。インボイスってそんな反対多いんだ。そうですよね。で、僕実はインボイス制度を使ってるんですよ。あ、要はさ、インボイス制度の益税が得られちゃってるんですよ。僕、大金持ちなんですけど、会社、何個か持ってて、要は振り込み先の会社を変えることによって、売上1000万以下の法人っていうのも作れてるんですよ。だからそうすると、振り込み先こっちにしてくださいって言うと、そこって消費税払わなくていいんですよ。
うん、だからまあ、そんなに悪いやつじゃないんで、その会社1個、1個しか作ってないですけど、もうちょっと悪いやつだったら、その会社10個ぐらい作って、1個1個分けて、消費税全部で払わんっていうので、なんか総額4000万円としますとかもできちゃうんですよ。うんうん、だからそういう仕組みも分かってるから、なんかこれは卑怯でしょ、だからインボイス制度にしてちゃんとやるけど、ただお金がない人は補助しなきゃいけないよねっていう、そういう理屈にすればいいと思うんですけど、なんかみんな、でもなんかインボイス制度が良くないみたいなの言ってて、みんなアホだなと思っちゃってるんですよ。だから僕、そのインボイス制度が起こると得するのは、アコギな大金持ちだと思ってるんですよ。自分は損するけど、公的制度としては適正だからやるべきだという、そういう立場で。はい、そういうことです。はい。個人としてなく、社会のせい、個人としては僕は損するけどねって話で。はい、大変立派な志だと思う。ややこしい話です。すいません。シンガポールは税金が安いと聞きましたが、やっぱり移住先としてはそういう面でもおすすめですか？僕は大して収入は高くないんですが、収入がない割に日本は税金が高くていつもイライラします。シンガポールって消費税とかって何パーセントぐらいですか？消費税は8% だったかな。でもなんかなんだかんだで 18% ぐらい取られてますね。なんかサービス税とか、はいはい、フランスじゃ変わんないぐらいですね。まあ、所得税とキャピタルゲイン税がほぼないみたいな、そういうところが多分いい、ね、そうですね、フランスはどうですか、そこら辺。フランスは税金こっちの方が高いですね、フランスの方が。ただ高いですね、世帯割になるので、個人で1億円だと日本でその1億円に対して税金買って、まあ、5000万円ぐらい持ってかれるんですけど、例えばじゃあ夫婦です、1億円ですっていうと5000万円に対しても税金ってなるんですよね、2人で割るんで。ああ、はいはいはい。なので、その世帯で割るので、その子供が多い方が、より税金が下がるっていうのがあって、なので、金持ちが養子を取るっていうのが結構多かったりするんで。あ、そうなんですね。なんか、43歳まで不妊治療もタダって聞いて、いいなと思いました。あ、まだお子さん増やしたい。もう、いやいやいや。いや、まだ考えてないですけど。そういう面はすごいなと思ったんですけど、でもなんか子供を増やせるんだったらいくらでも増やした方が面白いなっていう感じにはならないですか？さすがにもう2人で十分みたいな。なんかこれからまたいろいろ大変なことがあるかもしれないのでまあ旦那さんが何するか分かんないからねそう、なんか赤子連れだとこうちょっとフットワーク重くなりそうだなみたいな。確かにね、時代は南極だよとか言い出し始める可能性ありますからねねえ、本当に私 あと30年後に火星に住んでんじゃないかと思いますもん確かに どう言い出すかわからないから、いつでも行けるようにしようっていうのはその心のどこかにやっぱ必ずあるんですねそうですね エミンユルマズさんはこれから日本は好景気、藤巻健司さんは石の円の石ころか、お二人はどう思いますか？好景気とは言ってないと思いますけどね、ミンさん。多分今ほど悪い、アメリカが下がれば相対的に日本が上がるし、アメリカは落ちていく可能性があるので、ひょっとしたら良くなるかもしれないっていう話で、好景気までは言ってない気もしますけども、どちら側だと思います？冷静に考えると、2024年あたりから、日本は反転攻勢に出る可能性というのは否定できないと思います。それを、好景気って、直ちに好景気になるとかっていうことではないけれども、あと2024年では3年後、2年後だ、2年後あたりで、反転していく可能性というのはあるけれども、これはね、ウクライナ戦争がどうなるかとか、あるいはアメリカの景気がどうなるかとかっていうところにかかっているので、不確実な、それほど確実性 の高い議論というのはできないんだけれども、可能性としてはあると思います。でも1ドル150円ぐらいの状態で、今観光、外国人の観光を止めてますけど、オープンにしたら、観光業界めちゃくちゃ大儲けだと思うんですけどね。いや、だからそれは、菅義偉さんがおっしゃったこと言った通りですよ、それは。多分空前の大盛況になると思いますけどね。めっちゃ安いですからね、外国人から見たら。宿も食い物もレベルめっちゃ高いのに。そういう意味でいくと、そのなんか、そのオリンピック用で建てていたような宿とかホテルとかの、その従業員大変だったよね問題とかがいきなりボロ儲けになって、で、その若手で英語喋る人とか足りないから、若い人とかが割と雇われるようになって、若い人結構給料高いよね、みたいな感じのが、まあ、一時的になると思うんですけど、ただ景気がだんだん良くなって、その円安が止まってくると、まあその部分も落ち着いてしまうっていう。その中でさっきも言ったように、その間にこう、日本企業が
こうアニマルスピリットを発揮して、さまざまなこう研究開発地をですね、儲けをですね、投入して、新しい景気、こうあのテクノロジーをこう国際的な競争力のあるようなテクノロジーを開発していけば、あのそれがこう継続していくかもしれないというところだと思うね。観光のブームだけじゃ1億人食えないんで、そこのあぶく銭をどう新しい産業に突っ込むかですよね。そういうこと。じゃあネットを制御するのは何ですか？あのクレジットカード会社なんですよ。なるほどね。あのツイッターとかフェイスブックがなんでそのトランプ大統領を追い出したっていうのなのが、結局最終的にネットサービスの課金っていうのをクレジットカード会社が握っていて、クレジットカード会社がそういうサービスレベルだと課金させねえぞってなると、そのサービス止めたり制限せざるを得なくなるんですよ。そうですね。なので実はその言論の自由の今の最終防衛ラインを決めてるのってクレジットカード会社のビザとマスターなんですよ。まあ要するにさ、垣根っていうのはそのような形で、あの完全な自由ってじゃなくて垣根があった方がむしろいいっていう、そういうところあるから、まあそれはそれでいいんじゃないかと思います、うん、じゃあちょっと結論としては、じゃあみんな JCB のクレジットカードを使おうってことでいいですか？どうする JCB からコマーシャル来たら。僕持ってないですよね、こっちじゃ使えないんで。ああそっかそっか、ね、あフランスじゃ使えないもんね、はい、なのであの僕は来ないと思います、はい、じゃあ宮崎さんは JCB の CM 出るんで頑張ってください。いやいやいや2023年もあとわずかです。皆さんはどのような年でしたか？良いお年を。チャンネル登録よろしくお願いします。